8月25日の昼ごろ、秋篠宮ご夫妻と長男の悠仁さまが京都駅に到着されました。これは京都で開催された第27回国際昆虫学会議の開会式に出席するためです。秋篠宮ご夫妻は公務としてご臨席されましたが、研究成果をポスター展示された悠仁さまは組織委員会から個別に招待を受けて私的に参加されています。つまり皇族としてではなく、他の参加者と同じ研究者として開会式に出席されたわけですと話す皇室ジャーナリスト。未成年の皇族が両親の公務に同行することは珍しくありませんが、今回のように同じ行事に別々の資格で参加されるのは非常に稀なケースです。個人として参加された意味は何でしょうか。悠仁さまが研究活動に熱心に取り組まれるのは、東大の推薦入試に向けた実績作りの側面が強く、背景には紀子さまの意向があると言われてきました。しかし今回公務の同行ではなく研究者として私的参加されたのはご本人の希望とみられます。特別扱いを良しとしないお考えなのかもしれませんが、世間の理解は異なるかもしれません。ただでさえ皇族の東大進学について世論は割れています。その上、これでご本人まで東大進学に前向きだと国民が受け止めれば、秋篠宮家への批判はますます強まるでしょうと宮内庁関係者は話します。週刊新潮8月22日号が報じた悠仁さまの進学問題が波紋を広げ、予想外の騒動となっております。週刊新潮の記事によれば、悠仁さまが一般受験ではなく学校推薦型選抜の仕組みを利用して東京大学に入学しようとしているのではないかという内容でした。同紙は悠仁さまの高校入学時にも同様の批判を続けており、皇族の特権を利用して進学することに対する疑問を呈してきました。これを受けてネット上で議論が広がり、悠仁さまの東大進学に反対する署名運動も行われました。それを週刊誌が取り上げ、さらに騒動が拡大しています。例えば週刊女性9月10日号では、悠仁さま愕然、東大反対1万人の大合唱と題し、皇族の立場を利用して入学することに対する批判の声が紹介されています。一方で皇室解説者の山下さんは次のようにコメントしています。悠仁親王殿下は一般の方とは異なり特別なお立場の方です。一般の方のように学歴社会を生きていかれるわけではありませんから、東大進学が不公平だという認識自体がずれています。大学側が一般枠とは別に特別に入学を認めましたという対応をとっても問題はないでしょう。当の悠仁さまはこの騒動をどのように見ているのでしょうか。この議論は象徴天皇制の在り方に直結する簡単ではない問題ですが、悠仁さま自身はこれをどう受け止めているのでしょうか。女性自身9月10日号では、悠仁さま初反逆晴れ舞台に来ないで、ご利用し紀子さま同席拒否と題し、これについて書かれています。匿名の宮内庁関係者は次のようにコメントしています。これまで紀子さまが敷かれたレールの上を歩まれてきた悠仁さまですが、来月には18歳の誕生日を迎え成年皇族となります。近頃はご自身に注がれている周囲からの微妙な視線をお感じになっているようです。
母親に反発するような場面も見られ、ストレスを感じているようです。記事中で静岡福祉大学名誉教授の小田部さんは次のようにコメントしています。国民から見て公平とは思えない制度を用いて高学歴を求めているように捉えられる状況がこれ以上続けば、皇族としての特権を乱用しているとみなされてしまい、将来の天皇が持つべき徳の存在が奪われてしまう事態にもなりかねません。ただ考えてみれば、この東大進学の話は正式に何かが発表されたわけではありません。現にネットニュースでは東大以外にも筑波大学などが進学先として挙げられています。しかし女性セブン9月2日号では悠仁さま語学友も一緒に東大への大問題と題し、悠仁さまの東大進学を前提に語学友の進学先についても議論が進んでいる状況です。そう遠くない時期に現実の動きが出てくるでしょうが、果たしてどうなるのでしょうか。天皇後継問題にも結びついているだけに、議論はさらに加熱していくことでしょう。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。